福岡一のジッポットみたいに言われてるらしいです。待って、なんか聞こえなかった。なんかやばいやばい、人来た。ちょっと待って、背後からすっげえ気配した。こんばんは。頭痛。これ何にも書いてないんすよね。何を祀ってるんだろう。本当に怖いわ。犯人捕まったのかな。こっちからすげえ撮ってたな、写真。すげえ、うわ、まるで誰かがここで暮らしてたみたいな。こんにちは、まめです。日本一周心霊スポットの旅、九州編2日目ということで、現在地は福岡県の犬鳴です。このチャンネルではバイクで日本一周しながら全国の心霊スポットを回っています。おー、綺麗。昨日バイクで思いっきり転んだんですけど、膝を打ったみたいで、今になってめちゃめちゃ膝が痛い。いやー、でもバイクがほぼ無傷でマジでよかった。普通によそ見してた俺が悪いんですけど、皆さんもね、バイクの運転には気をつけましょう。誰が言うとんねん。あとなんか体がすっごい重いです。昨日ね、多分登山したからだと思うんですけど、なんか体がもうほんと鉛みたいに重い。なんだこれ。まあ、ということで、これから向かうのが福岡県の大野城市にある心霊スポットの牛首ダムです。牛首ってね、怖い名前ですけど、まあ、そこの地名から取ったみたいですね。まあ、名前の由来もその近くの山が上から見ると牛の首に似てるみたいなことらしいんですけど、でなんで心霊スポットになったかっていうと、牛首ダムはの名所らしいんですよね。まあ、それに加えて事件みたいなのも多いらしくて、まあ、牛首ダムの駐車場に止めてあったトラックの中から男性の焼死体が見つかったりとか、なんか事務所にあったショベルカーが崖から転落して、で下にいた子供が下敷きになって亡くなってしまったりとか、まあ、そういうことも起きてるみたいで、でこのダムでは幽霊を見たっていう報告がすごい多いみたいですね。まあ、ということなので、ここも心霊現象が期待できるんじゃないでしょうか。まあ、ということなんですけど、牛首ダムに行く前にちょっと行きたい場所があって、福岡県には飛行山っていうすごい強力な霊山があるらしくて、で古来から神の山っていう風に呼ばれてるらしくて、で山の中には大きい神社もあるみたいで、参拝もできるみたいなんで、まずは彦山に寄っていきたいと思います。こっから1時間ぐらいですね。今日も寒い。もうちょいで着くんですけど、すげー山の中まで来た。でこれか、彦山神宮。着いたー。多分ここが入り口ですね。よし、行きましょう。彦山って書いてありますね。お邪魔しまーす。結構きついな。ちょっと昨日の登山の疲れがまだ残ってますね。やばい、きつすぎる。あれ全然あるわ。ダメだ、スロープから乗ろう。ハンカチの木といった高山植物が植栽されており、着きました。彦山神宮です。彦山は古来より神の山として信仰されてきた霊山で、日本三大修験山の一つでもあります。昔は修験道の霊地として多くの山伏が修行に明け暮れていました。またこの山には天狗が住んでいるという伝承もあり、信仰心や熱いものを助け、不心得者には罰を下すと言われています。この神社には正川勝塚千早姫雨のほおしほみみのみごとという天照大神の息子の神様が祀られていて、勝負運に強くなるというご利益でも知られています。1,2,3,4,5,6,600円。お邪魔しました。また以前高校生27名が彦山を訪れた数日後に校内で集団パニックに陥った有名な騒動があり、彦山で幽霊に取り憑かれたのではないかと言われています。なんか燃えてる。あったけ、目に入った煙が。痛い。福岡市街入りました。寒い、マジで寒い。もう手と足の感覚がないですね。ちょっとね、冬のバイクの長距離移動は地獄です。着いた、これだ。で正面は駅ですね。着いたー。
これで5,500円。歩いてすぐのところに温泉があって、宿泊者はそこを入り放題らしいです。飯食い行きます。南福岡駅です。だいぶローカルな駅っぽいっすね。すげえ、駅の上がマンションになってるんだ。でね、この近くになんか有名なご飯屋さんがあるみたいなんですよね。あったあった、びっくり亭本家。これだこれだ、すげー綺麗。はい、ということで夜になったので心霊スポットに向かいたいと思います。昨日はね、なんかマジで動けなくて一日休みました。今日はね、昼間太宰府天満宮がめっちゃ近かったんで、電車に乗って太宰府天満宮に行ってきました。まあ、やっぱね、めっちゃ有名なだけあって、平日なのに人がものすごいいました。まあ、学問の神様で有名だと思うんですけど、まあ、その学業の祈願以外にも厄除けとかそういうご利益もあるみたいですね。ちょっとね、人がいすぎてあんまりリフレッシュできた感はないですけど、まあそんでね、一日休んだわけですけど、昨日と何も変わらない。体が重いんで、結構なんかメンタルも病んでますね。もう今日もほんと出てくるか迷ってたんですけど、まあ、ずっとホテルにいてもね、宿泊代だけがかさんじゃうんで、ちょっと出てきましたけど、やばいな、なんだこれ、どうしちゃったんだろう。来るなって言ってんのかな、わかんないけど、もうほんとにものすごいうつ気味になってます。やばいやばい、超ホームシック。もうちょいで着くんですけど、あれだな、全然住宅街の真横ですね。なんだこれ、大雨被災のため通り抜けできません。ん、どうやって行くんだ、こっち。もう目の前だったのに、なんかすごい山道から行くっぽいですね。多分これをずっと行くとダムの外周道路に当たるのかな。なんかめっちゃ怖いな、この道。てか霧すごいな。多分こっち側はね、もう車とかが通るような道じゃないんですよね。多分行き止まりになってるんで。ちょっと待って、すっごい怖くなってきたんだけど。ちょっと待って、なんだなこれ。あ、休憩所か。いや、なんか、いや、お邪魔しました。なんだろう、ちょっと待って、ここ、あ、や、待って、なんか聞こえなかった、なんか、やばい、待って、ごめんって言わなかった、誰か。ちょっと待って、やばい、この辺やばい。ちょっと待って、めっちゃ怖くなってきた。あ、ちょっと待って、あ、車いる。ここまでだ、通り抜けできません。ちょっと待って、やばい、人来た。何してんだろう。心霊 YouTuber かな。何してんだあの人、めっちゃ怖いんだけど。すごい写真撮ってる。そうで、ここの駐車場で多分変死体が見つかったんですよね。公園内通り抜ければいけそうだな。ちょっと一回戻って別ルート探索しよう。ちょっとこっからはね、車両通行禁止なんで、ちょっと歩いて行ってみましょう。なんだろう、あれは。あっちも看板かな。
ってなんで、ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい、勝手に何電源オフにしますって、なんでなんで、もうバッテリーも 84% ある。まあ本当ここが実の名所ってことですからね、その実以外にも、まあ、いろんな事件が起きてる場所なんで、やっぱなんかあるんですかね。ちょっと端見てみよう。何の声？やばいな。ちょっと端見てみよう。こっちがダムだと思うんだけどな、あんま見えないですね。てかなんかもう本当に今にも人が出てきそう。あ、ピント合わなくなっちゃった。ピント合わない。ん？なんか今虫か。ピント合わなくなっちゃった。本当にホラー映画のダムですねこれは。マジで怖い。ちょっとスピリットボックス使ってみますか。そしたら今日もこのクソデカスピリットボックスアメリカから取り寄せました。3万5000円ぐらいしたかな。ちょっとねまだあんまり使いこなせてないんですよね。こんばんは。よかったらお話できますか？あ、聞こえたかな？ちょっと待って。ボリュームがちっちゃいな。ごめんなさい。夜遅くにすいません。ちょっと、撮影してるんですけど、よかったら少し付き合ってもらったりとかできますか？気配すごいな。なんか動かなかった、あっちで。気のせい。なんだこれ。あ、やばいやばい、めっちゃ怖いんだけど。あ、すいません、女性の方でしたか？男性の方ですかね。ここで亡くなった方ですか。すいません、ありがとうございました。やばい、気配すごい。こっちは、ここもすげえ怖いな。なんだろう、建設の記念碑ですね。はあ、はあ、こっから若干ダムが見えますね。こんな感じで水面が見える。でこっちが橋ですね、さっきの。なんだこれ、カッパか。お、ザッパーンって。え、
そんなでかい魚いる？なんか水面がすげえ泡立ってない。気配した。多分あれかな、なんか心霊写真がね撮れる石碑があるらしくて、これかな多分。あ、多分これだ。あ、こんばんは、狛犬さんが。こんばんは。頭痛い。後頭部が痛い。何これ、本当に夜遅くにごめんなさい。お邪魔いたします。あ、ほら声聞こえたんだけど、ちょっと待って、気のせいですか。すいません、すぐに帰りますんで失礼します。これなんだろう。牛首だ。牛の首ですね。ちょっと待って。で、これなんでお供え。で、これなんで。これなんでお供え。1円。ほぼ1円ですね。すごい、こんな綺麗に、なんでだろう。ちょっとお供えだよねこれ。一応俺もじゃあちょっと置いていこう。やばいね、100円しかないな、どうしよう。あ、でもよく見ると一番奥の方100円置いてあるな。え、どうしよう、置かない方がいいかな。逆にもう手前にあんな全部1円、なんか変じゃないですか。一回100円、じゃあ一番奥に置きましょうか。大丈夫俺。わかんない。置いてよかったのかな。これ何にも書いてないんですよね。何を祀ってるんだろう。やばい、本当に。とりあえず止まんない。とりあえず。すいません、ちょっと一枚写真を撮らせていただきます。失礼いたします。夜分遅くに本当にありがとうございました。失礼いたします。ちょっと待って、本当に寒気が止まらない。頭痛い。また頭痛くなってきた。本当に結構やばいです。なんで、すいません、お邪魔しました。ただいま。そしたらもう一回さっきのあの事件があった駐車場の方に行ってみましょう。もうあの人帰ってるし、さすがに1時間ぐらい経ったもんね多分。あ、いないですね。こんばんは。めっちゃ怖いな。ちょっと待って、ここ怖いぞ。とりあえず止めましょう。なんか音聞こえなかった。あ、やばいな。ちょっと待って、ライトとりあえず用意します。OK。 いやー、ちょっとここ怖いぞ。で、多分この駐車場に止めてあった車の中から男性の方と男女の子供の遺体が発見されたらしいです。本当に怖いな。こっちは公園になってるんですね。ちょっとだけ行ってみますか。ちょっとびっくりした。
霧すごいですね。ここも、あ、イノシシの罠だ。この先がダムになってんのかな。なんだこれ。あーすげえ、なんか綺麗、ダムがバーって広がってますね。こっち行けますね、この砂場。なんか声聞こえない、先から。あ、すげえ綺麗。ダムに繋がってるんですね、この川みたいな。こんな感じで。すごい眺めがいい場所。やべ、また頭いて、後頭部がいて。そうで、その駐車場のすぐそばの雑木林の中から女性の変死体が見つかったらしいですね。ちょっと待って、本当に怖いわ。犯人捕まったのかな。ちょっと待って、あ、多分この辺ってことだよね。雑木林って、まあまあいっぱいあるか。そう、さっきのね、心霊 YouTuber みたいな人がこのトイレの中めっちゃ撮ってたんですよね。なんか上に窓みたいなのありますね。あ、これ天井か。こんばんは。夜は封鎖されてるんですね。っていうかすげえうるさいな。からすげー撮ってたな写真。こんばんは、誰かいますか。お邪魔しました。でね、さっきの人こっち側の写真撮ってたんだよな。動物の遺棄虐待は犯罪です。なんかあったのかな、そういうことが。あ、やばいやばい、車来た車来た。何の車だろう。警察だ、パトカーだ。職質されるかどうか微妙だな。スルーです。まあまあ、確かにそんなこまで不審者に見えないもんね、このバイク乗ってて、このね、格好で。でここさっきの人ね、めっちゃここ撮ってたんですよね。これなんだろう。お邪魔しまーす。待って、結構道続いてんな。すっげー道。どこまで続いてんだろう。分岐だ。こっち行ってみるか。うわ、もう蜘蛛の巣がすごい。ちょっと待って、なんかすげえ、うわ、びっくりした、びっくりした。下噛んだ、下噛んだよ。行って、鳥。これはなんだ、道なのか。階段になってんのか、これ。下に今度は降りてく。え？なんて？誰か喋りましたか？行き止まり？これ。もうちょい行ってみるか。これは違うな、多分。
これで行き止まりだ。なんでここにだけゴミが集中してる。あ、これもものすごい前のだ。全部豚キムチとか、なんかワンダーアイスコーヒー、コカコーラ、なんかすげえ生活感がある場所ですね、ここ。なんだろうこれ、まるで誰かがここで暮らしてたみたいな。ちょっと待って、だっていっぱい落ちてるけど全部よく見たら同じだもんね、銘柄っていうか。何これ、ハエカスプレーだ。ご飯、ちょっと戻ろう。お邪魔しました。ここなんかやばいな。つか戻れるかな。いや、明らかに一人の人間が生活してたわ、そこで。多分完全に全部同じ人が捨てたゴミですね。てか待って、戻れる俺。なんであんな場所で生活してたんだろう。昔はもっと違ったのかな。やばい、戻ろうっていうか、早く戻りたい。どうしよう、殺人犯とか暮らしてたら。この道は何の道なんだろう一体。誰も通ってなさそうだけど、何の目的で作られたんだろうな。よし、お邪魔しました。ただいま、帰ろう、帰ります。お邪魔しました。ちょっと待って、この道がやばい、早く抜けてください。持ってきた。街灯だ。はい、ということで牛首ダメでした。いや、こんな住宅街の横にあるのに本当に怖かった。やっぱ最初のあのダムのところが一番怖かったですね。すごい気配となんか嫌な感じみたいなのがしましたね。やっぱなんか福岡一の実ポットみたいに言われてるらしいですからね。まだ全身から力が抜けない。どうしよう、ますます家に帰りたくなってきた。神社だ、平野神社。ん、な、な、え、今ここなんか歩いてたんだけど。え、歩いてたっていうか、いや、なんかちょっと待って、なんかあそこ歩いてたんだけど今。やばい、ちょっと待って。え、何今の。ダメだ、ちょっと待って、やばい、人に会いたい、誰かに会いたい。ちょっと待って、俺結構一人で続けるの結構厳しくなってきたかもな。コンビニある、コンビニ寄っていこう。はい、という感じでまだまだ日本一周旬のスポットの旅続けていけますので、よかったらチャンネル登録してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。